こんにちは。湯がいかない観音チャンネルの高松です。今日はですね、観音様に、今回このチャンネルをやる中で、願いは叶うっていう話をずっとしながら、かたや、戦争とか動乱とか、そういう災難みたいなこともあるじゃないですか。これってどういうふうにつながってるんですかっていう、こういう質問をしてお話を聞きました。で、その内容について今日お話し共有したいと思います。自分もね、ちょっと昨日いろいろ整理して、過去の、動画とか見ながらそういうことをふと思ったんですね。それについてですね、先の戦争で、大峠を乗り越えるとかね、そういう予言もあったと思うんですけども、これから未来のことはどこまで先を見るか何を見るかで、違いますよということを言われました。なんでね、頭の中に時間ダイヤルを作ってくださいと。その時間ダイヤルをこうカチカチカチってこう回していくようなイメージ。これは2年後の話、これは10年後の話、いやこれは100年後の話みたいなことで、パパパッとそれを切り替えられるようにしたらいいですねっていう話なんですね。そしてこれは逆に10年前とか100年前とか、こういうふうに切り替えられると、そういう見方ができると物事が分かりますよというふうに言われているわけです。ここからメモの通り読み上げます。今日は振り返りをしてみたので、そのお話をしましょうと。2年前の南北統一チャンネルで、守護霊からメッセージをもらっていました。その内容は当時、これから朝鮮半島の統一があるよっていう話や、またいろんな次々に起きるであろう災難、例えば戦争とか自然災害とかのこともその時に話をされてました。それから予行演習として、コロナが広がって何が起きるのか、何をしなければならないのかを、考えなさいということを言われてました。システムに完全に頼って生きる生き方ではなくて、ある程度はやっぱり自給を考えましょう、食料やそういうものの備蓄を考えたりもしましょうということを言われていたわけです。そして過去の、歴史について、その以降もいろんな話があって、善悪闘争して、勝った方の歴史になっているとか、それで一方的な考え方が、で進んできたとしても、それは歴史の中でひっくり返ったりとか、革命みたいなものがあったりとかしてきた歴史ですと、そういうふうに流れてきてるじゃないですか。そしてこれから未来の話については、世界が変わるからやりたいことをやれる時代になりますよって、今まさにそのことをメインで伝えてるんですが、そういうことを言っていく、災難や戦争があるという話もしつつ、やりたいことができるということも言っている。一体どっちなんですかという話ですよね。その答えは両方ですよとなるそうなんです。今人類の危機だとか叫んでいる人もいるわけですよね。逆に今こそ本当にやりたいことをやりましょうって言ってる話もあるんですね。一方で現実を前にして、いろんな、病気の問題、疫病の問題があるから、その対応を日々こうしようああしようと現実の対応をしている人もいるわけですね。それは全部正しいと見るべきなんでしょうと。で、情報の中には正しい情報、嘘や誇張も一部は含まれているとしても、流れとしては全部そうだと言えばいいんじゃないですかと、そういうふうに整理してみてくださいと言われているわけです。じゃあ現実起きていることは、日々対応が必要ですよね。そしてその次に起きることは戦争と、災難、もう戦争すでに導火線みたいなところがあるんですけども、戦争と災難も次に起きることとして考えられます。でもこれは乗り越えないと次の世界がないから、そのために衣食住を整えなさいと、備蓄のような話ですよね。衣食住を整えないといけないですよと言われていたわけです。でこれは近い将来だから、2年3年を乗り越えなきゃいけないという、こういう話でした。一方で明るく光に満ちた世界の話というのは、その大峠を乗り越えた後に来る世界の話ですよね。なのでどちらが正しいかではなくて、
要はどの時点を切り取ったかだけの話のわけです。だから対立批判も必要ないし、時間的に見ればいいだけの話です。まあ、展開にアクセスすると、まあ、時間を見渡していくわけですから、どの情報を切り取ってきたかで見える世界が変わるということです。突然世界が機能不全を起こして新しい世界政府ができるということもあってよくて、その時には今度はコミュニティが主体になるから、地域コミュニティ、職域コミュニティ、あと趣味のコミュニティなど、本当にやりたいことができるような、仕組みに変わる、時代に変わるというふうに見えるわけです。なので今の時点で、どれかっていうことではなくて、その世界観の中に時間を含めて俯瞰をするということが大切になると言われています。空間を俯瞰する場合は高いところから見るとかね、宇宙から地球を見るとかね、こういうふうに見るわけですけども、時間を俯瞰する場合は時間の外から見る必要があります。一枚の絵を見るように、あるいは一冊の本を見るように全体を見るということです。で、物語の今第何章をやっているというふうに見るわけです。まあ、こういう言い方をするとね、まあ、聖書の予言のようなね、感じもしますけど、まあ、要はそういう作りになっているわけです。で、そこには戦争の章もあるし、統合世界の章もある、第何章にあるという、そういう話です。今私たちはここで生まれ、ここで生きて、ここで経験して大きな世界の転換点にいるのです。それをまあ見に来た、ね、と言ってもいいわけです。すごい時代にいるわけです。そしてその中で役割を持っているわけです。今全ての人は自分の役割を知るべきです。それは人の役割とは違うわけですね。自分の役割です。国のリーダーをする人はリーダーの役割、田舎で暮らす役割もあります。戦争の中にあって戦う役割の人もいます。病気にかかって戦う役割の人もいます。人を助ける役割もをする人もいるし、お金儲けをするという役割もあるかもしれません。自然を保護したり海を守るというような役割を持つ人もいます。役割があるというのは、それは人から聞くことではなくて、自分が生まれてきた、まあ、自分が生きる目的であり生きる意味でもあるわけです。その役割にその意味があるということです。そしてそれぞれに寿命があり、その役割を終えたら、まあ、ステージから降りていくというのが人生というふうになっています。だから全体を見てくださいと、俯瞰をしてみてくださいと。小さな悩みや葛藤、対立やぶつかり、まあ、そういうこともあったり、仲直りして協力してっていうことも全部私にとって必要な経験だから、全部受け入れればいいということになります。そして自分の本心でその中からまた必要であれば選択をして前に進んでいけばいいはずです。今不安になる必要はありません。いろんな情報に惑わされないことです。まあ、どんな情報も真実の部分と嘘や誇張の部分があったりします。あるいは感情を湧き立たせるようなね、そういう仕込みがされている情報もあるわけです。でも自分の中にそれを入れた時に、本当の心でそれを受け止めること、そして、俯瞰をしてからその情報をそのキャンバスのどこに置くかを考えたらいいのです。いらない情報もあるし、なるほどと思う情報もあります。それもこれも俯瞰をしてみた世界の一部になるわけです。今のことなのか、来年のことなのか、10年後のことなのか、どこに視点を持つかで事実になったり事実じゃなかったりすることになります。そこでね、今アドバイスをするとしたら、頭の中にタイムマシンビジョンを作ってくださいということです。そしてそのタイムマシンビジョンに時間ダイヤルのつまみをですね、ダイヤルを作ってください。何かの情報や思いがあるとき、インスピレーションがあるとき、それをそのタイムマシンビジョンの中に入れて時間ダイヤルを回してみるということです。全体を俯瞰できない場合は、この時間ダイヤルでいつの時代に当てはめるかということを考えれば自由にできます。それは今日のことなのか、2年後のことなのか、10年後か、もしくは100年後か、あるいは
10年前の話か100年前の話か、こうやってダイヤルを回しながら自由に世界を見たらいいわけです。時間、世界のどこにあるイメージを自分は今得たのかというふうに配置していくわけです。そしたらなるほどと分かるわけです。過去のことも分かるし未来のことも分かるわけです。今ね、例えば人口削減とかね、そういう主張があるとしましょうね。それも事実としてはあるわけですよね。そこばかりにフォーカスすると暗い未来のイメージしか出てきません。しかしもっと先を見るとそこに明るい平和な世界もあるのです。何でも悪いことを考えるのではなく、流れを見て全体を見るのです。結局は良くなっていくしかないとね。そのために多くの人が役割を持って生まれているということがわかります。中には宗教にはまる人もいます。 YouTube で陰謀論にはまる人もいます。戦争が始まったら一方を悪、一方を善とかね、そういうふうに分かれたりもします。でもどの主張がいいか悪いかではなくて、全体を見てほしいわけです。どうしてそうなるのか、その人はどうしてそういう立場を取るのか、そういうふうに見ればいいわけです。両極があるから中道があるということになります。初めから中道なんていう道はないわけです。みんなが同じであれば、一緒なので中道も何もないわけですね。しかし、分離がされていくから、分かれていくから、分極されるから、いろんな広がりがあるから中心があるし、そこに中道という考え方が分かるわけです。中心だけが存在していた場合、中心とは理解ができないということです。そこに広がりが必要だということです。前回も言いましたけども、悲しみがあるから喜びが分かるようになっているという話もあります。これはですね、完全な喜びの世界なら喜びという概念がないということになるんです。悲しみがあるから喜びということを自覚できるというふうになっているという意味です。だから、物事全体を見るときに時間的に変化をしていくということを見るし、空間的に分かれていくという、分離しているということを見てください。それが世界が存在する理由であり、あなたが生まれた理由です。そのことが分かると次の悟りのレベルに達することができます。ということで、ちょっと長くなっちゃいましたけども、今日観音様にお声掛けをして、まあいろいろ振り返りをした内容といろんな情報があるんですけども、どう受け止めるのかという話を聞いたら、時間的に俯瞰をしてみると、それができなければ、ダイヤルつまみを持って時間をカチャカチャカチャっとこう移動させながらね、ドラえもんのタイムマシンみたいに、これはいつの話みたいなね、そういう風にしてみればいいですよと。で、同じように空間的に広がりがあるということで、いろんな考え方の人がいる、分かれていく、でそういうものがあって、全体が、理解できるようになっていると、こういうふうに言われたわけです。で、これができるようになると、本当に世界は自由自在です。なんかね、もう 何々されるって心配になることよりも、自分の見方で自由自在になる世界の方がいいと思います。で、それに合わせてやっぱり魂を磨くということは、この見方を磨くということでもあるかなということを思いました。今日の話 長いし難しい気もちょっとするんですけども、私はなるほどなというふうに思いました。そういうことを見方を持っていきたいなというふうに思いました。以上です。